回一回リセットかかっただけ大丈夫。時間がね、あの3時間回ると終わっちゃうの。あ、そんなにやってたんですか。そうそうそう。すごい。え、え、やっぱ歌舞伎町ですか。ずっと歌舞伎町歩いてる。すごい。歌舞伎町で。さ、寒くない？大丈夫？あ、大丈夫？口がめちゃ吠えたい。辛いか今日は。いや、全然大丈夫。行くか、ゆっくりできるところ。いや、みんなのために。みんなのために。寒いしね。でも頑張ってる人いるんで。うん。でも大丈夫ってほら。ね、今日は暖かいところ行った方がいいんじゃないかな。人最後にちょっと言いたいことがあるんで、どうしてもどうしても言いたいこと、せっかくでこんな何人も集まってるから、うん、はじめまして、ありがとう萌ちゃん。集まってきたんじゃない、そろそろ、うん、すごいね。心が綺麗なんだよ、りんちゃん。歌舞伎町にいて汚れてほしくないよ。大丈夫です、絶対汚れない。で、りんちゃん言いたいことが、あ、いいですか、うん、言いたいことが、ね、だから、あ、SNS 聞きたいね、りんちゃん。あ、なんだっけ、だから今苦しい思いをしてる人も絶対生きてればいいことが必ずある。私も何回も今まで辛い目にあってきて、何回も死にたいって思ったし、人を殺そうって思った気もあった。家族だけど、この前も本当に何回死んでって言ったか分かんないけど、でも必ず生きてたらいいことがあります。だから死ぬこと以外かすり傷って言うけど、本当にそう思うから。私はあの友達がね、自殺しちゃったんですけど、飛び降り自殺しちゃったんだけど、最後までいっぱいメッセージをいっぱいメッセージ送ったんですけど、そう、その子が死んじゃって、いや、もうその子すごい、死にたがってったんですけど、でも最後に言った言葉が助けてだったんですよ。だから結局さ、みんな生きたかったのかなって思って、あの環境さえ良ければさ、バンって何ですか？で、大丈夫、環境さえ良ければ行きたいって、ネガティブ発言？これはネガティブ発言でもないですよ。環境宗教って意味知ってます？環境が良ければ頑張りたいって思う人いっぱいいると思うからさ、だから生きてたらいいことは必ずあるから、私はそういう人の助けになりたいし、必ずそういう子供たちの 役に立ちたいと思ってるから、それは伝えておきます。何の話、まあそれはそっか、分かんない人もいるよね。まあだから医者としてもちろんね、その目の前の人を救ってあげたいんですけど、でもそれだけだとちょっとやっぱ幅が狭いから、まあ病院に行けない人もいるし、私も保険証取られてるんで、親に昨日もその救急車運ばれたけどお金払えなくて